はい、皆さんこんにちは、ゆうカフェのゆかです。今日は気温もだんだんと暖かくなってきて、そろそろ体型管理など始めたいなっていう方のちょっとしたモチベーションになったらなと思い、久しぶりに自分をより愛せるようにの思いを込めた Love Me More のヨガ動画を用意してみました。早速始めていきましょう。まずは深呼吸から。息を大きく吸いながら両手を上に上げて、吐きながら両手を合わせて胸の前で合掌します。これを息が整うまで何度か繰り返していきます。ラスト吸って吐いて、次にツイストの動きをしていきます。お姉さん座りのように座ってもいいですし、正座でも構いません。まずは右手を左膝に添えて、吸う息で背筋を伸ばして、吐く息で左後ろを見るように胸を開いていきます。左手は後ろに添えながら肩を軽く開く手伝いをしてあげたら OK です。反対側も同じように行っていきます。ひねりにとらわれすぎず、吸う息でまっすぐ上に伸びる気持ちよさを感じてみてください。体勢を元に戻したら、吸う息で両手を上に上げて、吐く息でチャイルドポーズで全身の力を抜いてあげます。そしたら背骨の一つ一つをぐーっと天井に順番に引きつけるように起き上がったら、そのままお尻から順番にゆっくりアップワードフェイシングドッグポーズへと移っていきます。次の吐く息でゆっくりと背中を丸めながら、またチャイルドポーズに戻っていきます。もう一度先ほどの動きを繰り返して、アップワードフェイシングドッグのポーズまで持っていったら、次の吐く息はテーブルトップポーズ、四つん這いの形になります。そしたらここでケッエンカウのポーズを行っていきます。吸う息で天井を見るように背中を反らせて、吐く息で自分のおへそを見るようにぐーっと背中を天井に引っ張られる感覚でストレッチしていきます。吸って吐いて、そしたら足の先を床につけてダウンドッグのポーズに移っていきます。太ももの後ろ、ふくらはぎ、背中、肩が気持ちよく伸びるのを感じて、呼吸を何度か繰り返します。肩の力を抜いて首を左右にひねってみても気持ちいいですよ。足踏みをしても OK、 かかとを上げ下げしても OK です。そしたら次に右手を床から離して、左膝に添えて上半身を開いていきます。この時も呼吸は忘れずに。反対も同じように行っていきます。吸う息で伸びて、吐く息でツイストしていく感じで、息を吸って吐いていきます。もう一度ダウンドッグで息を整えたら、チャトゥランガダンダーサナ、体を一直線のまま息を吐きながら膝を曲げて、お腹を引き締めたまま目線は斜め上もしくは天井の方へ向けます。そしたら続けてアップワードフェイシングドッグポーズ。この時首肩の力を抜くように、耳と肩の距離はできるだけ遠ざけるように意識します。そしたらまたダウンドッグへと戻していきます。もう一度肩をぐーっと伸ばしたら、次の吸う息で両足を両手の間に持っていき、全身の力を抜いてブラーンとストレッチをしたら、両手を開き体を起こしていきます。ここで腰ではなく尾底骨の部分を前にぐっと伸ばす感じと、あとは腹筋の力を入れながら上体を少しずつ後ろへ倒していきます。腰痛等ある方は無理をせず、できる範囲で構いません。そしたら背中を丸めながら上体を下に下げて、全身の力を抜いてブランとストレッチをしたら、次に少し上半身を起こして背筋が横から見た時にまっすぐになるようにしていきます。またブラーッと全身の力を抜いてストレッチ。次に右足を後ろに移動させて、骨盤の位置はずれていないか自分自身で確かめながら両手を上に上げていきます。
次に下半身は同じ状態で左手を後ろにツイストする感じで右太ももの裏へ添えていきます。右手はそのまま上にグーッと伸びるようなイメージでキープ。吸う息で上に、吐く息でより胸が開くイメージを持って呼吸をしてみてください。そしたら膝を下ろして骨盤をさらにストレッチしていきます。両手を上に上げて胸をグーッと天井に向けて開いていきます。そしたら吐く息で両手を戻して、お尻を後ろに移動させると同時に左足はキープして足先はフレックス、左太ももの裏、ふくらはぎを伸ばしていきます。この時、上体を無理して丸めながら倒すのではなくて、あまり倒せなくてもいいので、腰の部分、背筋、姿勢があまり崩れないように整えながら、その状態から痛気持ちいいところまで伸ばすように意識してみてください。そしたら、もう一度骨盤を前に持っていって、右足先を床につけてハイランジへと戻したら、もう一度グーッと伸びてチャトゥランガダンダーサナ、体一直線のまま息を吐きながら膝を曲げてお腹を引き締めたままアップワードフェイシングドッグにつなげていきます。そしたら次にダウンドッグの順番で息を整えていきます。もう一度両足を両手の間に持っていき、同じフローを左側で繰り返していきます。次は ここも腰ではなく尾低骨の部分を前にグッと伸ばす感じと、腹筋の力を入れるのを忘れずに上体を少しずつ後ろへ倒していきます。そしたら背中を丸めながら上体を下に下げて全身の力を抜いてプラントストレッチ、少し上半身を起こして背筋がまっすぐになるようにしたら、次に左足を後ろに移動させて骨盤の位置がずれてないか確かめたら両手を上に上げていきます。下半身は同じ状態で右腕を後ろにツイストする感じで左太もも裏へ添えていきます。吐く息で両手を元に戻して、左膝を床につけたら骨盤のストレッチを行っていきます。両手を上に上げて骨盤をぐーっと伸ばすような感じ、そして胸も大きく開くようなイメージを持ちながらストレッチを行っていきます。ここでも息は忘れずに、吸う息で伸びて吐く息でぐーっともう少し胸を開いてみる。そしたら先ほどと同じように吐く息で両手を戻して、お尻を後ろに移動させると同時に右足はキープして足先はフレックス、右太ももの裏、ふくらはぎを伸ばしていきます。そして骨盤がずれすぎないように自分でこう調節しながら位置を確認してみてください。同様にあまり上半身を倒しすぎずに、腰の部分や姿勢があまり崩れないように整えながら気持ちいいところまで伸ばしてください。そしたらもう一度骨盤を前に持っていって、左足先を床につけてハイランジ戻したら、もう一度グーッと伸びてチャトゥランガダンダーサナ、そしてアップワードフェイシングドッグ、ダウンドッグの順番で息を整えていきます。呼吸を3から5回ぐらいこのポーズで繰り返していきます。そしたらあぐらをかくような状態に戻って両手を膝に置いていきます。その状態でお尻と太ももの外側の部分、腰のストレッチを行っていきます。前に少しずつ体を倒していきます。でこの時も無理に倒しすぎるよりも姿勢は保ちながら、骨盤周りの筋肉が伸びるのを意識してグーッと伸ばしていくのをおすすめします。
上体を起こしたら吸う息で両手を上に、吐く息で胸の前で合掌。もう一度吸う息で両手を上に、吐く息で合掌。こう気温変化が激しかったりとか、暑くなったり涼しくなったりっていう変化がある中で忙しい毎日を過ごしている皆さんのちょっとストレスフリーな時間を作れたらなと思って今回の動画を作ってみました。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。インスタグラムとツイッターのフォロー、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次の動画で会いましょう。バイバイ、おやすみなさい。アンニョー。